毎週月曜日に、我々もう4年になる、この日本を取り巻く世界の情勢について、菅沼光弘先生と共に、お話をしてきました。今まさに日本を取り巻く近隣諸国、また日本を取り巻く世界のいろんなさまざまな動きが大きく動き出しております。これは世界の秩序の入れ替わりというか、大きなリセットがなされる時だと。そこでその前のいろんな片付けをしておるんだろうと思います。何を片付けるのかと。統一を邪魔をする人間を排除すると。こういう目的もあって、そこに争いが起こっておると。そのヨーロッパで起こるこの問題、このウクライナにおける紛争、その元々の原因はリセットの前の掃除をやってる一現象であると、まあ、私はそう見てるわけですけれども、プーチンが悪い、プーチンが悪いと世界中がロシア、プーチンを敵視している。それはまあメディアによってなされている。それ実質は中国はどうなのか、インドはどうなのか。今、首相が不信任投票で入れ替わるパキスタンはどうなのか、イランはどうなのか、ブラジルは南アフリカはといろいろ考えていくと、すべての国連加盟国の人が、この問題の総責任はプーチンにあると。いや、そういうことは考えてないわけです。しかしメディアはもうプーチンは悪魔のように全部合唱しているわけです。私はプーチンにはその悪魔のような要素はほぼほぼないと。むしろ悪魔的存在は、ウォロデムロ・ゼレンスキーというこのアゾフの連隊のメンバーである。だからこの人たちがウクライナ国民にお犠牲のもとに自分たちのコリコリウクライナ人ではないウクライナの国を乗っ取ったこのアゾフの人たちに悪魔的要素があるのではないかと、こう私は見てるわけです。その中でおととい、報道されたジョンソン、フォンデアライエン、EU の委員長がキエフを訪問しました。そしてその裏には CIA の動き、NATO の思惑、いろんなものが交差して、中身を分析するには非常に複雑なものが絡んでおります。これは到底日本人の中では誰もできないと思います。それを長い歴史的背景というものを土台に、どのように今ウクライナの問題を各国が、各人々が、世界の実力者が、取り組んでいるのか、そしてそこに生物化学兵器の問題で誰がどのように動いておるのか、いろんな問題が私は裏から覗いたら表に出ているものの全く逆のことがですね行われている面もあると思います。まあ、その辺を語れるのはこの長年の
界のインテリジェンス、情報の専門家の菅沼先生が一番よくご存知だとは思うんです。今日もまあそういう意味で、ジョンソン・フォンデアライエンがキエフを訪れた、その背景に何があるか、これを分析していただいて、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、菅沼でございます。大変大きな難しい問題を提起されましたけれども、先日のこのジョンソン、イギリスのジョンソン首相のウクライナ訪問、ゼレンスキーと大変友好的な会話を交わしているような映像が世界中に流れました。そして表に出ましたのは、ジョンソンがウクライナに対して武器の援助をやると、武器の援助を強化すると、まあこういうことが出たわけであります。しかしこのジョンソンのウクライナ訪問この時期でのというのは、大変その要するに注目というよりは注意しなければいけないと思います。なぜかと言いますと、今世界中のメディアがウクライナの惨状をまあ次から報道しております。そして特に日本のメディアなんか見てますそうですけれども、朝から晩までウクライナの話ばっかりで、どうなってるのこれはということでありますけれども、こういうこの状況を要するに醸し出している、これは要するに宣伝情報会社があるわけで、この情報会社って何かって言いますと、ベリングキャットっていうイギリスの会社であります。そしてその内容を見てますそうですけれども、このイギリスの会社は単なる民間企業ではなくて、イギリスの情報機関である MI6 とか、あるいは今言ったジョンソンのイギリス政府だと、そういうものの息のかかった要するに、巨大な情報会社、これは今世界中で煽ってるわけで、大変だ大変。そして先ほども話もちょっと出ましたけれども、プーチンは一体何者だと、これはと、要するにプーチンを追放するということで、しかし一方ロシアとウクライナとの間では今なかなか難しい交渉ではありますけれども、なんとなく要するに今もうこういう戦争はやめようではないかと、というようなムードが出てないわけではないわけで、そしてその最大の条件として要するにこの今ロシアが占領している、先ほど浄土院さんからいろんな名前が出ましたけれども、要するにロシアの言うネオナチと称する人たちが暗躍してたこのウクライナの東部の2つの州と、あるいはその他、こういうマリンポリとか何かもありますけれども、今そういうところの、そういうところをソ連のロシアの議会というかあれが決議しましたように、ロシアにまあ割譲することによってなんとか和平を起こすのではないかと、という方向としてはそういう方向だと、いろいろ問題がありますけど、ところが今そのベリングキャットだとか、あるいはジョンソン首相だとか、特にアメリカもそうですけれども、そういう和平の動きに常に水を差していろいろ言ってる、これがアメリカとイギリスであります。そしてアメリカとイギリスはこれからもどんどん
このウクライナのある戦争といいますのを長期化させて、そしてロシアを疲弊させていくと、まあ、いうようなことを考えている。国際的な秩序ということは言いましたけど、今のアメリカの、あのバイデン政権を含めてそうですけれども、民主党系の要するにいろんな政策立案者がたくさんいますけれども、その彼らに一番大きな影響を与えたのはカーター時代の、大統領補佐官をやってました、ブレジンスキーという。この男はポーランドの貴族の生まれでありまして、そしてウクライナに広大な土地を持っていた、まあ、こういう経歴の持ち主ですけれども、このブレジンスキーが基本的にロシアに対してどういうことを考えたかと言いますと、神様あまりにも要するに不公平だと、ロシアこの広大な土地だけではなくて、要するに本当に豊かなロシア、そしてあらゆる資源がここにはあると、したがって我々はこういう存在をそのままにしておくといずれまた巨大な国になるということで、今現在例えばいろんな問題が起こってますけれども、少なくとも食料は自給できるわけ、そしてさらにエネルギーも当然のことができる、その他極東まで含めますそうですけれども、ダイヤモンドを含めてさまざまな希少金属もあふれている、そして例えばウラニウムでもそうですけれども、なんとアメリカはウラニウムをロシアから輸入してるんですよ。こういう要するに豊かなロシア国なんです。したがってブレジンスキーは我々の戦略的な目標といいますのは、このロシアを3つに分割しようと、一つはヨーロッパロシア、一つはシベリア、そして一つは極東のロシア、3つの国に分割しましょうと、ブレジンスキーはそういう方向でいろんな形で大学で講義をやり、あるいはいろんな弟子を育成してきた。どうも見てますと、今度のウクライナ問題を出始めに、これまた今先ほど言いましたようにブレジンスキーと非常に深い関係の土地ですけど、ますますもってウクライナのこの紛争を長引かせるということによって、まあ、交換時々言われてますけれども、もう現在のロシアの状況では6月までしか持たないと、経済がないってなことも言われている。まあ、したがって先ほどちょうど委員さんが言われましたように、イギリスのジョンソンはアメリカと一緒になって、この際一気にウクライナ紛争をさらに続けられることによって、ロシアを一気に要するに国際的なシステムから放り出そうと、まあこういう戦略であろうと思います。そしてその今そのあれですけれども、ネオナチという話が出ましたけど、ロシアが要するにウクライナに介入した一つの口実というか理由付けの中に、このネオマチを撲滅するためだと、このドネツクとかルガンスク、この2つの州でロシア系の住民の多い州で、このネオナチと称する人たちが要するに
暴虐の限りを尽くしたわけであります。本当のところはあまりにおかしくないニュース、ロシアの言いがかりだと言ってるわけですけど、プーチンは馬を擁護するわけではないですけれども、こういうものからロシア系の住民を救おうと。で、このネオナチという人たちは一体何者かと。これは極右と言われている。先ほどのアゾフとかなんかっていうのは、これはウクライナ内務省の系統の、その、こういったあれ、部隊で。いや、その他にウクライナ国防省の系統の志願兵のまたそういうグループとかなんかで、こういうものを見るときに我々はちょっとウクライナの現状をもう少し見なきゃいけない。我々はそのロシアにやられた話ばっかりしかしてませんけれども、ウクライナっていうのはどんな国だったのと。これはもうマフィアと、マフィアっていうか、もっと言えば今オルガルヒーっていう言葉がありますけれども、数人の大金持ちと、それからそれにありするユダヤ人と、それから今言ったようなさまざまな極右と称する人たち、こういうのって何て言いますか、本当に支配されたどうしようもない国なんですよ。今新聞時々出ます、オデッサと、オデッサっていう港があります、ウクライナので。これをロシアが攻めるとか攻めないとかっていう話も出ております。今オデッサを支配しているのは、要するになんとかっていう市長さん、それとオデッサ州の州知事、この二人とも、まあ言うならば、極右であります。極右っていうよりは、両方ともそうですけれども、本当はこれはもう極右を超えて、犯罪組織。まあそういうところの、なんて言いますか、ボスである。この人たちが今、オデッサの握っている。これから、オデッサっていうのは今だからそういう状況でますから、もうウクライナ政府は崩壊しちゃったみたいな形ですけれども、この人たちの自由気ままに今ある。今オデッサは悪徳物資、薬物、兵器、あるいは人身売買、そういう今時々ひがらみの人たちの間で人身売買というような言葉が出ておりますけれども、この人たちは捕まえられてどこへ、オデッサから外へ出ていくわけだ。もうオデッサは自由自在にこういうものが出入りできる港になっちゃったわけ。それからさらにこれからウクライナに対する救援物資というものがいろいろ送られてくるでしょう。港は今オデッサしかありませんので、オデッサに入ってくるでしょう。しかしこの救援物資が、そういう人たちが市長であり、そういう人たちが州知事であると状況の中で、要するにギャングが、犯罪組織が支配している、要するにところであります。でこの人たちはそういう形でいろんな形で救援物資が来ても、これが本当に届くのかどうか、どっかに必ず行っちゃうんじゃないか。さらにもっと言えばオルガルヒという人たち、ウクライナの経済を握っていたこのユダヤ系の人が非常に多いんですけれども、オルガルヒという、その人たちは例えば石油で大儲けしたお金をケイマン諸島なんかっていう、要するになっちゃうか、タクセブンのところへどんどん送らして、そこでいろんな会社を作っているのにして、でもといえばロシアもそうですけれども、ロシアのオルガリ、今はいろんなあれがありますけれども、実は世界最大のタクセブンというのはどこかという、
UAE で。UAE で、この人たちはウクライナもそうですけれども、ロシア の, あのオルガリーもそうですけれども、いろんな形で今、あのチョドリンさんから通貨の問題についていろいろ話が出ましたけど、ビットコインというような通貨で、要するにどんどんお金を、その、なんて言いますか、UAE に送り込む。そして、その UAE に送り込むに際して、なんと、イギリスのシティとか、あるいはスイスだとか、あるいはアメリカの金融業者がそれの取り持ちをやっていると。今、UAE のアラブ首長国連邦ドバイの高級マンション、こういうのはもうほとんどみんなロシアのオリガルヒかウクライナの人たちが買ってる。しかもロンドンもそうですよ。ロンドンの高級マンションと高級不動産、なんとウクライナあるいはロシアのオリガルヒが買ってるわけだ。でしかもイギリスはそういう形でシティにお金が流れ込んでくるということに対しては一切関与しない。関与しないというか、いろいろ規制をしない。ということで、何のことはない。ウクライナが揉めれば揉めるほど、ロンドンのシティはお金が入ってくる。こういう状況なんですよ、本当に。もう端的に言いますと。いろいろ複雑なからくりがありますけれども、ロシアのオルガルヒって言われる人たちが、いろんな名目で、ロンドンで高級な不動産をたくさん手に入れてる。アラブ首長国連邦、ドバイの今、繁栄、この前、万博やりましたけど、ドバイの繁栄、写真でいろいろ出てます。あの中で、日本人が一つでもマンション持ってんのかねと。ほとんど大部分はロシアとかウクライナとか、そっちの人たち。一体世の中どうなってるか。まあ、そういう中で、先ほどまた戻りますけれども、その、ジョンソン首相がウクライナを行って、それから我々が教えてはいけないのは、ゼレンスキーっていうのはこれはユダヤ人であるということ。そういうこと。したがって我々はいろんな形でウクライナとか、あるいはロシアも食い物にされつつあると。まあいうことで、本来もともとロシアと中あのイギリスというのは本当に仲悪かった。フランスは別ですけど、本当に仲悪い。これとばかり今、あれですね、イギリスはロシアを戦おうということで、今のところちょっとプーチンの形勢の方が悪いと思いますけど、しかし、またこのロシアを舐めちゃいけない。まあこういう状況であります。まあいろんなことを申し上げましたけど、とりあえずここでご意見をお伺いしたい。いや本当に、まあ今おっしゃったこのアドルフの人たちは犯罪者である。もう私はその通りだと思います。だからそれに苦しめられてるウクライナの人々を、またロシア系の人々を、プーチンは救わなければならない。この場合は考え方は正義に基づいた武士道を身につけたプーチンだからやれることだと私は思うんです。
そのプーチンが世界中から悪魔のように悪者扱いされている。そしてロシア大使館の外交官が追放される。これは日本がそういうことをやるべき、アジアを代表してやるんだという勇ましい声が林外務大臣や岸田総理大臣から出てるけれど、それは間違っている。日本の立場を考えれば、ロシア、中国、朝鮮半島の隣国をやはりもうちょっと配慮した立場を取らなきゃいけない。そういう意味でインドを見た場合、モディの発言はそのままそっくり日本がやるべきだと。しかしそれをモディがやってるんです。アメリカとはスワッグをまた組んでるわけです。これを日本はやっぱり学ぶべきだと。そういうことをできるのは、まあ一億何千万おる人間の中で、この国際情勢の表に出てる分と裏で動いてる分をよく知ってなければそれができない、判断できない。だから表に出てる分でプーチンが悪魔だ、プーチンが悪い悪いと、それに洗脳された日本の政治家は日本の国の運命を最も悪い方向へ導いていく政治家に我々はなるんじゃないかと、こう思います。